赤富士スロットのセカンドチャンネルです。クリスロットです。カリフォルニアやラスベガスで人気スロットを紹介したり、スロットの遊び方をクリスロットチャンネルと一緒に実践動画を配信していきます。こんなスロットやってみたい、見てみたい、そのようなリクエストがございましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは今回はメデューサ・バイパーズ・デザイアーというスロットを紹介します。ハロウィンにちなんでちょっと怖い系のスロットです。今回も、デノミネーションになっていまして、1セントから10セント選ぶことができます。私は2セントを選びました。ベッドが1ドルから6ドルまで選ぶことができます。私は、3ドルベッド選びました。このメデューサのシンボルが一番高いシンボルになります。メデューサの石の顔が来ると縦の列にが全部メデューサに変わります。メデューサはトップシンボルなので、これぐらい揃うとなかなかいいポイントになります。57ドル60、悪くないと思うよ。このフリースピンのマークが来ると多分2つくればかな、ボーナスゲームがもらえます。あ、3つじゃなくていいの？うん、確かに2つで来たと思う。ね、これはいいね、2つがいいね、うん、5回のフリースピンなんだね。それにウィールがあって、これが回るともっとスピンが増えるかもしれない、もしくはプログレスボーナスがもらえるチャンスがあります。掲示板のお金がもらえるチャンスが、そう、または増える、ね、そう。あ、今4スピン増えました。トータル9回のフリースピンができる。そうです。で、このメデューサのゲームはこのスピンごとに1つワイルドをくれます。え、1つしかくれないの？とりあえず1つね、1スピンごとにね。メデューサ笑ったでしょ、うんうん、そうするとまたスペシャルにエキストラでもう一個くれます、ワイルド。ああ、余分に一つ増やしてくれるの？増やしてくれるの。じゃあずっと笑ってて。このね、蛇の目、おお、メデューサが見てます、見てます。一個増えて笑え。あ、笑ってる、笑ってる、笑ってる、くれてるでしょ。これ2列目にくれたらいいのにね。うん、ほんと大事だね、2列目大事だね。このワイルドが固定されるのってすごくいいんだけど、確かにそう、2列目に来ないとちょっと 無意味というかね、うん、そう ねちょっと、あ、今ちょっと今あれか、いいんじゃない、メデューサが来たか。メデューサが一番いいシンボルなんでしょ、うん、そう。あ、そっか、ラインがあるからそんなに金額いかないんだ、うん、そうなんだね。あ、今度は笑わなかった。あ、2列目が開いちゃった。2列目来たね。あ、笑わなかった。でもこの2列目来ても横のこのラインしか揃わないでしょ。うん、そうね、そうなんだね。上もあるか、なんだろう、ポイント飛び方に出たのかな、なんだろう。あ、またメデューサ笑ってくれたからまたワイルドもらいます。結構ワイルド来たけどいまいちシンボルが良くないね。
ラインがあるから難しいね。ビールバーのようにラインがないとこれでもすごく数字に取れるんだけど、ラインがあるとやっぱり難しいよね。メデューサが一列目に回ったらね、本当そしたらねフルスクリーンだったのに、うん、フル画面だったらいい金額取れたんじゃない。あ、私ならくれたよスピン。あ、これどうしてどうやったらもらえるの。いや、わかんない、メデューサの気まぐれ。ほんとかいな。結構ワイルド来てるけどね、これ止めちゃえばよかったね。ほんとだ、赤富士さんスタイル。あ、でもまあ、あのメデューサの多分次にいいシンボルなんだと思う。あとはキングとかエースとかに持ってるから、105ドルは悪くないと思う。そうだね、シャンドルベッドで100倍だからね、うん、まあ、50ドルスタートなんで255ドルいい。おう、グッジョブですね。マルキのスロットは綺麗にグラフィックがね。そうだね、これは新しいの。新しい ITIT? IT IGT じゃないのね。 IT です。お疲れ様でした。それではご視聴ありがとうございました。またね。またね。